ポール・ジェイ・マコーリーは、イギリスの小説家、SF 作家、植物学者でもある。自らを科学ジャンキーと評している。セント・アンドルーズ大学で6年間植物学の教鞭を取った経験を生かし、バイオテクノロジー、歴史改編、宇宙旅行などをテーマとした、ハード SF を書いている。エンミライ・スペース・オペラ、4000億の星の群れでデビュー。その後続編のエターナル・ライト、 惑星植民地での冒険を描いた、オブザホールなどを書いた。レッドダストは、中国人が、植民地化した円未来の火星を舞台にしており、最近の SF によくあるナノテクノロジー、バイオテクノロジー、人工知能、精神転送、バーチャルリアリティなどのアイデアが満載されている。コンフリューインス三部作は、さらなる円未来を舞台とし、フランク・ティプラーのオメガテンを小道具として使っている。 パスクワーレ、エスエンジェルは、ルネサンス期のイタリアを舞台とした、歴史改編 SF であり、ニッコロ・マキャベッリとレオナルド・ダ・ヴィンチが登場する。近未来のバイオテクノロジーやナノテクノロジーを描いた、小説も書いている。フェアリーランドでは、荒廃した近未来のヨーロッパで、ドールズと呼ばれる、遺伝子工学で開発された奴隷が使われている、様子を描いた。2001年以降、 SF 的テクのスリラーを書いている。ありがとうございます。